あとこれなんですけど、ちょっと見てください。芸術作品としての生活という概念というか、やっぱり我々がですね、人生をよりよく生きるっていうこととですね、芸術こんな近くだよ、両手両手愛してくれる人がいたらいたで、はい、それをちょっとしてみましょうか。はい、当たってみます。え、調べてもらえないんですか、これって。